常識ビルです。手前でホータメンバーがして1番トラン5番あたり出してキーター、まず引頭走1号艇の小野聖奈、5号艇出てきた、5号艇の遠藤ついて回る格好、狂ったこんな2号艇の長島の押し具合あった、小野聖奈に手かかった、枠中間3番手6号艇の深川真奈混戦のトライなんですが、5号艇出てきたらが5号艇の遠藤捕まえてきそうな勢いあるが、前提サーター正常差し切ったか、2号艇の長島町捕まった1号艇の小野、3番手5番2号艇の深川、コース1番から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前スタートしました。第3レース、あまりサムライスタート。さあまずはショートプロ1周の2枠、インから逃げる1号艇オムセーナ、マグネシオ3号艇マルノ、そしてハンドルは2号艇の今垣剛太郎、バックストレッチ3号艇のマルノ和樹、1号艇オムセーナ、3番、1番トップラセットなっています。前提正常でした。直線コースから1周の2マーク、3号艇マルノスと握ってくる1号艇オノセナ、この振り切った3番のマルノカズキ、3番のマルノ先頭、1番のを続けています。得点率は7点ちょうど、角は4号艇島田、5コース5号艇の津田、アウトコース6号艇野田で枠なり3対3。女子目玉レース第6レーススタートが切られました。1コースから4コースまでは差のないスタートで第1ターンマークへ向かっています。インコースから1号艇小野聖奈逃げるか、3号艇深尾がまくっていく、深尾のまくりが決まるか、3号艇深尾、内は1号艇小野並んでいます。その後ろ内からは3艇上がってきました、2号艇高橋、この内からは4号艇の島田、さらに内は5号艇津田と接戦に持ち込んできました。後方は6号艇野田、2マークの旋回、1号艇小野が押し切るか、3号艇深尾は刺してくる、直線コースへ入りました。さらに先に回りまして、ホームスレッチ直線コース2番手に上がったのは4号艇の波でふわふわとしながら、2号艇の小野聖奈の方が幾分前でしょうか。一部の攻防に向かいます。それでもまだ豊かしているか、3号艇の遠藤恵美、まっすぐ走りながら2号艇の小野聖奈、変化手前でボートが抜いた、これは急角度で抜いてみたが、3号艇遠藤は何かまって交代に流れた。上位は1番から3番の大地の風、画像を読んでいきます。1番から3番4番、5番、6番の進入とスタートしました。4号艇の大滝、軽々トップタイミングがなっていますが、スロー3艇抵抗、2号艇が突き上がっていて伸びていったが、さあ1号艇ブロックの塩崎、2号艇の小野聖奈冷静に差し込む、切り込んだ、これはえぐった、2号艇の小野聖奈、5号艇の遠藤がついてくる、3番手の1号艇の塩崎と4号艇インコースの大滝の方、
タートしました。2号艇のこのトップタイミング、ダッシュよく行く小野聖奈、強気のまくり、これぞ持ち味。寺田知恵乗ってくる、ズコッと寺田知恵の切り込み、ここ鮮やか、突き抜けるか。3号艇の寺田知恵、次4号艇の長島真希、3番手6号艇の深川真奈美、前提スタート正常でした。3号艇展開一突き、高旋回の3号艇の寺田知恵、6号艇の深川食い込んでいった。4号艇回さない強気、長島かわした。3番手安い6号艇、それでも全競争第11レース、最終の進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。スリット通過、大きな差ありません。一周一マークの先行争いでありますが、6号艇が大外から、しかし3号艇が先前体制、6号艇が外をブロック、内側の方から今度は1号艇2号艇、最初の方から4号艇が差していくバックストレッチ、向こう正面でありますが、さあここは陰線を仕切ったのは1号艇の堀の内、リードは現在3停身ぐらい。2番手追走でありますが、3号艇の戸賀司令か、3番手には4号艇の樋口が追走、後方2番6番5番という体制で向こう正面から2マーク、スタートの方は前提正常です。さあ1号艇が先前体制も、3号艇が2番手をキープいたしまして、3番手争いは今度は4号艇、さらに最初のから今度は2号艇も接近いたしまして、3番手争い接戦、上位の体制は1番3番、そのリードは現在4停身半となっています。2番手追走3号艇とかし、3番手は4号艇の藤が内側のから接近、外開いていったら2号艇の小野聖奈です。1番3番4番、今度は2号艇4号艇と交差旋回するか、内側のから5号艇も接近してくる。3号艇はちょっと波にはまりました。上位並びとなっています。2番小野、3番遠藤、それから6号艇岩崎と今日連勝をかけましての登場です。幕成3対3最終競争スタートが切られました。バラつきがあります。 2,3 コース先行していまして、2コースから2号艇小野聖奈が、1号艇松本を叩くか、3号艇遠藤は内を伺いますが、1号艇松本が回った、松本先頭だ。2番手争いになりまして、3号艇の遠藤が内、5号艇細川外から並んでいきました。あとは2号艇小野聖奈外から内切り返していきまして、2番手争いは3艇三つどもえの攻防です。1号艇松本逃げを決めています。リードは2停身くらい、2マークトップ旋回、3号艇遠藤が外から続く、2番手でホームスレッジ入ってきた、1番3番で直線です。先頭2番手の差、2停身で2周目、スタートは正常でした。あとは2停身半の差、内2号艇小野、外は5号艇の細川と並んでいます。4号艇堀之内、内から差を詰めてきました。後方6号艇岩崎です。第1段マークを旋回しましてバックストレッチへ出ました。先頭2番手を差3停身くらい、いや4停身くらい少し広がりました。1号艇松本押し切るか、内から3号艇の遠藤巻き返してきています。差を詰めてきました3号艇遠藤、後ろ大きく切れましての3番手が2号艇小野、1、3、2、2マーク旋回、1号艇松本詰め寄った、3号艇遠藤振り切ってホームスレッジでリードを広げる。最終周回は1番3番2番で入ります。先頭2番手4停身5停身と差を広げた、1号艇松本トップ、2番手が3号艇遠藤、2号艇小野3番手、あとは4停身差で4号艇堀之内、内外は5号艇細川と並んでいまして、ラストが6号艇の岩崎です。第1段マークを回りました。最終周回のバックストレッジ、1番3番2番、あとは4停身差で5号艇細川外、内は4号艇堀之内と並んでいます。後方6号艇岩崎の順、1,3 の組み合わせは 3.0 倍、3連単は 1,3 に 7.5 倍となっています。逃げを決めた1号艇松本明恵、ゴール前直線コースへ入りました。3号艇遠藤が2番手、2号艇小野の順、内から5号艇細川が差を詰めています。先頭1号艇松本ゴール、3号艇遠藤2着、3着はどうか、ほとんど同時だ。内5号艇チャレンジカップのドリーム戦、1番2番3番4番5番6番の進入です。スタートしました。4型4号艇の平田、6号艇も好タイミング、2号艇ダッシュ、2段2号艇の森山美穂を覗いていく、1号艇ブロック、2号艇まくり展開、4号艇変化、3号艇脇をついた、おっと V をこすった、6号艇最中、6号艇松本だけバックへ入った、2号艇の森谷の先制まくり、次4号艇の平田が7、後方から3番6番殺到して小野聖奈、さらには松本明恵、前傾スタート正常、3番6番両者牽制、潜り込んでいく4号艇平田が2杯回さない強気、思い切った4号艇の平田が、3番手6号艇グラッド、3号艇の小野聖奈、波へと4番5番6番となっていまして、角は4号艇岩崎です。5号艇堀之内、6号艇細川の並び、 1,2 コースは2番1番、2番1番3番、4番5番6番でスタートしました。
センター3コースの3号艇の小野コーススタートになっている。1周1マーク2コースから1号艇松本が1コーススタート2号艇遠藤を叩くか。第1ターンマーク遠藤が内から先前で刺していって3号艇小野、この外は1号艇松本が並んでいます。トップ争いです。さらにバックストレッチの中間艇6艇固まっていきまして、4号艇の岩崎、6号艇細川、さらに外からは2号艇の遠藤で、あとは5号艇堀之内接近。2マーク旋回は3号艇小野聖奈がトップで回って直線に入りました。内からは1号艇松本が2番手並びかけていってトップ争いか。内から1号艇松本追い抜きを仕掛ける。第1ターンマークに向かっている。スタートは正常。3号艇小野聖奈がわずかですが先行している。1号艇松本を突っ張っていく。両選手が競り合った。2号艇遠藤が指してくる。バックストレッチ3号艇小野、内から2号艇遠藤が1号で松本をかわしていきます。体勢は3番2番1番か。3番4番ショート警戒もインセンター勢は並び気味が1号艇の寺立へ、まずはコーナー先手。2号艇先に動いた川野芽衣、4号艇がら空を見ながら4号艇の小野聖奈、賞券争いまで絡んでくるか。1号艇の寺立へのさあボート半分さ横まで来たか。4号艇の小野聖奈前提スタートは正常。3番寺立は2番5番6番も5号艇松本が1番出てくる。4号艇コーナー先に回った小野聖奈、さあセクル鋭い寺立ちへの切り込み、ここは鋭角に差し返しを決めた1号艇の寺立ちへ。3のスタイル進入コース内側から1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前スタートしました。第5レース2号艇3号艇が少しスタートのぞきましたが、インから乗り返した1番の森谷美穂、最終の内側でインから逃げる1番の森谷、握ったのは3番の平田が、差しのハンドルは2号艇の遠藤、4号艇の小野、先頭は陰線踏ん張った1番の森谷美穂です。並んで追走は4番の小野聖奈、5番の遠藤恵美、3番の平田奈々。スタートは前提正常でした。一瞬の2マークトップ旋回は1番の森谷美穂、さあ2番手握り合った4番の小野聖奈。枠なり3対3進入コース内側から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第7レーススタースリットを仕掛けていく4号艇の小野聖奈、円から応戦は1号艇上野信之助、まくっていく4番の小野聖奈、1号艇を上野内側切り込んできた。まくり出しは5号艇の福来通し、6号艇の篠崎仁志、さあ並んだ6番の篠崎仁志、5番の福来通し、4番の小野聖奈、3艇が固まった。スタートは前提正常でした。一緒の2マーク先行するのは6号艇の篠崎仁志、切り込んでくる5番の福来、握った4号艇の小野聖奈、ホームスイッチ6番の篠崎にまだまだ懸命に食い下がる5番の福来、ちょっと遅れた格好は4番の小野。レースは2周目に入っています。2対1対3のスタイル進入コース内側から1番6番2番3番4番5番です。スタート3秒前スタートしました。第3レースさあスリットに伸ばす1番の金子龍介、一瞬1番の攻防、インから逃げる1号艇の金子、握ってきたのは2号艇の石綿、差しのハンドルは6番のエンジ、バックスイッチ1番の金子、陰線踏ん張っています。その後ろは4号艇が固まった、2号艇6号艇5号艇3号艇、4号艇4番手本線。スタートは前提正常でした。一瞬2マークトップ旋回は1番の金子、2番手は3番のおっと1号艇の金子振り込んでしまった、危ないシーンとなってしまいました。遠藤恵美バッナリ3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第8レースロケットスタートの1番の篠崎、さあ1周の1マーク、インから押し切りた1番の篠崎の年、そしてハンドルは2番の裏から握ったのは3番のマインド、先頭は1番の篠崎の年です。追いかける2番手は2番の村田修司、並んで追走は4番の3番のマインド。スタートは前提正常でした。トッ
風コースから一緒に枠トップで先回は1番の篠崎さあ握ってくる2番手の村田1から運び4番の小野3番の前本2番手は川島塚2番の村田修司上半では1番の田原そして3番手は3番の前本に繰り下がる4番の小野聖太西の1番手トップで先回は1番の篠崎2番手は2番の村田3番手3番の前本上半は月流風は現在2メーター前後となっています。緩やかな追い風のコンディション。開催3日目最終競争桐生特選女子の第12レース体型インコースから1番2番3番4番5番6番の体型で今スタートいたしました。インコースから1号艇そして4コースから4号艇わずかに好スタート 2,3 コース若干へこむ形になりましてインから逃げる体勢は1号艇4号艇が差し構え5号艇が外逃げる体勢バックストレッチ向こう上面でありますが1号艇4号艇のこれは一騎打ち陰線残して1号艇の遠藤そして内4号艇の小野聖奈1番4番完全にトップ争い3番手ら5号艇の細川が追走後方は若干スタートを5点振ってしまった2号艇広中3号艇隅と差がなく6号艇の樋口です。向こう正面から2マークの旋回スタート前提正常ここでトップに立ったのは高橋5コースか5号艇小野ドリーム戦を控える小野聖奈シリーズ初戦5コースアウトコースから6号艇島田で枠なり3対3です。1号レース女子予選8レーススタートが切られました。佐野大スタートになっていまして1枠へ向かっての攻防です。インコースから1号艇廣中が逃げるか連勝なるか角からは4号艇高橋はつけまいかまくり差しか1号艇廣中の後ろを回りました。内からは2号艇の今井でバックストレッチへ出ています。外は5号艇小野聖奈現在4番手か5番手か内を通りまして4号艇高橋6号艇島田となっています。バックストレッチから2マーク旋回1号艇廣中ホームスレッチ直線コースへ入ってきました。2号艇今井が2番手あと1あたりが張り込んだセンター3番4番と香川元子さらには4号艇長島明1号艇闘争体制3号艇外行く5号艇真ん中をめがけるように5号艇森谷バックへ入ったが前の攻撃でフラットスター最終6号艇小野聖奈2番手争いまで絡んでくる状態でありますが国家体系は1番3番か前導員から気迫の押し切りで1号艇の深川真奈美先手スターター制度2番6番牽制ポカッと開いた展開を3号艇未成で捉えたがいる3号艇の香川元子優勢3番手6号艇の小野聖奈が2号艇の樋口が2号艇を並べています5号艇の森谷申し上げる3号艇の香川に5号艇森谷サッセからつながる勢いは昨日以上か3号艇その活発くるっと回した5号艇ですが波が待ってワンクッションなり3号艇の香川これを聞いて同行から面白みがありますが思い切って動いたのが田口節子で3コース戦角には3号艇の森谷です。1番2番6番助走取り3番4番5番の進入です。レディースチャレンジ予選ファイナルスタートしました。1番3番4番高谷角の3号艇森谷ダッシュは効いたインで1号艇向かい3号艇まくるまくるまくる2号艇抵抗反発ガラキの展開を1番6番5号艇 V 差し5号艇の小野聖奈バックへ入ったか3号艇の森谷一発決めたかこれならばシリーズリーダーになるかさあ1号艇の平井町がインコースから5号艇の小野聖奈の追撃前提スターター正常小野聖奈2番手ターン3号艇振り切るか3号艇の森谷美穂先頭に浮上5号艇の小野聖奈1号艇続く白山近で上位現在は3番5番1番の体型であります。本番は角選択戦略当たった好タイミングで一気にいった3号艇の森谷美穂食らいつく1号艇の平山ですがつけ回った5号艇小野聖奈
ここはタイミングよく1.1号でグラッと旋回の後期で引き波に入り、気温は11度、風はスタンド寄りから吹く北風3メートルで迎えました。第8レース、5対1のスタリンコースから1番、2番、6番、4番、5番、3番です。スタートしました。第8レース、大外からのぞっとスタートは3号艇のインから乗り返す1番の吉川、最終の1枠インからによる1番の吉川、握ったのは6番の桐生、3号艇小野のマークで届きませんでした。先頭は逃げた1番の吉川元博、2番手は6番の桐生純平、追走する4番の羽野直也、2番の前本義和、3番の小野聖奈、スタートは前提正常でした。後ろに回るトップ旋回は1番の吉川、2番手は6番の桐生、上級艇は1番と6番、そして3番手は4番の枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第12レース、サースリートを伸ばす1号艇馬場吉也、大外から仕掛けていく6番の小野聖奈、一周の1番にインから逃げる1号艇の馬場、大外から握ってきた6号艇の小野聖奈は手に届きません。先頭はインから押し切った1番の馬場吉也です。豪快に握って待った6番の小野聖奈2番手、追走する3番の後ろ立て4番の篠崎仁志、スタートは前提正常でした。石野に回って6戦から1番の馬場吉也、2番手は6番の小野聖奈、上位手1番と6番、迫る3番手は3号手石野立て。中盤戦の攻防、女子によります予選競争第5レース、最終の進入体系は定番通り枠なりの3対3進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番体系で今スタートいたしました。スリット通過後大きな差ありません。一周一マークへ向かう先行争いはインカーによる体制は1号艇、さあ2号艇が付け前に行きました、内側のから3号艇、さらには4号艇が差してバックストレッチ向こう正面でありますが、さあここは先まくり観光、2号艇の高田光2番手追走でありますが、3号艇の平川香織3番手争いは接戦でありますが、4号艇津田外野から5号艇の樋口、内をついた6号艇の小野聖奈接近、向こう正面から2マークの旋回、スタートは前提正常です。さあ今度は2号艇が先前体制も3番手争いでありますが、若干接触もありましたが4号艇が外前、内側のから今度は5号艇も接近いたしました。上位の Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien. Hebben als het avond is, oh want 's avonds mis ik je vaak.